え、わかるって、わかる？わかりに深いって。そう、めっちゃ美味しいんだよね、これ。ありがとうございます。早く食べたい。早く食べたい。それ一人で全部食べんの？そんなわけ。そんなわけない。で、私はクリスピーがすごい好きなんです。この生地がもちもちしてるやつよりはカリカリしてるやつ、薄いやつね。こういうちょっと薄めのね感じのやつですね。はい、これを食べようと思います。いただきます。うん、今いいよ、こっか。うん、やっぱこれだわ。最高だ。うん、薄かったら一人で全部いけちゃうって。でもちょっと一口食べてみて思ったんですけど、これは多分カロリーゼロですね。薄いんだもん、だってカリって言いましたよ、カリって。薄いし、揚げてあってカリっていうぐらい薄いってこと。こんなに薄いならカロリーはゼロだと思う。だからいくらでも食べていいんじゃないいいんじゃないかなって思います。ちょっと何言ってるか分かんないですねって言われてる。いや、だって知ってます、カロリーって120度の以上のお湯にカロリーってポンって入るとカロリーがポンって出てっちゃうんですって。知ってます、こうカロリーの基本情報だからね。あと白いものもカロリーゼロ、なぜなら色がないから。そうです。カステラもこうやったらもうこんな薄くなるんだか、こんなのカロリーゼロ。じゃあメールを読みますね。メールをじゃあ読みつつクリスマスの予定を見ながら。そうだからご飯とかも0キロカロリーなんですよ。お米ね、玄米、玄米はもっとゼロ。だって玄米は体にいいからヘルシーだから。そう、水だから0キロカロリーですね。その通りだと思うんですよ。水だってゼロじゃん。え、本当にあるのかなカロリー。あ、シロップ分、デザート分、上に乗ってるフルーツとか。え、でもだってゼロに乗ってるものは全部ゼロじゃないね。だってゼロが土台なんだもん。土台ゼロだったら何入れたってゼロでしょって思っちゃうんですけど。あ、いやいや、シロップやミルクがって。いや、そう、大丈夫だと思うんだよね多分ね。はい、そうそう、掛け算、ゼロかける何かもう全部ゼロ。はい、賢いなって、ミックは賢いなって。ありがとうございます。うわ、生クリームいっぱい乗ってる、ぶどうがいっぱい乗って、リズミックフレーバーをイメージしたパンケーキ作ったよって。わあ、カロリーすごそう。マスカットがね、やっぱ美味しそうですね。いやー、お店のも美味しいし、パンケーキって自分で作った美味しさみたいなのもねあるんですよ。なんかね、買ったりとか、お店のとはまた違う味がね作るとするんですよね。クッキーとかもそうだけど、手作り感のある味みたいなのがあるね。はい、フルーツ乗ってるからカロリーゼロだよって。さすが、もう私のことを応援してくれているファンの皆さんはもう教育が行き届いてる。もう学んでる、ちゃんとちゃんと学習できてる、えらい、素晴らしい。よし、じゃあ私が食べるのも今回パンケーキなんですけれども、選んだパンケーキはじゃん、これすごい、何個パスタあんだ。 1,2,3,4,5、 5個もパスタある。え、これ1日で食べきれ、あ、まあ1日か。1日ならいけるか。え、だって3食あるじゃないですか、1日、朝、昼、夜で、朝食べて昼の前にまあ
あ、いや、ここはないか。朝食べて、昼食べて、おやつとして1個食べるじゃん、3時ぐらいに。で、夜ご飯食べるじゃん。で、夜食として11時ぐらいにもう1回食べるじゃん。いけるやん意外とやっぱいけますね。カロリーは確かにもう大丈夫、もカロリーは気にしないってことにしよう。ゼロ、もうあのゼロ理論とかじゃなくてもう全てゼロだもんね食べよ。まあ健康管理はね大事ですけれども、たまにはこういうことをしてもね許されるでしょう。お祝いですから、ありがとうございます。